はい、本日もライブ配信を開始します。 NHK から国民を守る党浜田聡でございます。来る参議院議員選挙において、比例代表で立候補予定であります。普段岡山県倉敷市に住んでおりまして、医者として働いております。だいたい23時30分ごろから、10分ほどお話をさせていただいております。比較的話すのがゆっくりですので、録画で見ておられる方は 1.5 倍速から2倍速ぐらいで見てもらえればと思います。動画作成のコスト手間を省くために、このようなライブ配信での動画を作っておりますというわけで、本日はですね、参議院議員選挙の日程が決まりましたというお話と、岡山県内でのポスター貼りについて、お話しできればと思います。昨日ですね、このような紙をですね、作らせていただきました。本日が国会の期日ですね。6月26日、第198回通常国会の会期末だったんですが、特に会期延長することもなく、衆議院解散することもなくということで、参議院議員選挙の日程が決まりました。7月4日に公示で、7月21日に投開票ということになります。この結果ですね、柏市議会議員選挙もですね、NHK から国民を守ると、東京都選挙区大橋正信さんの結果次第ではありますけれど、NHK から国民を守ると、一応日程は被らないことが確定しました。はい。で、ちょっと、細かい話なんですけれどですね、参議院議員選挙については公示という言葉を使っておりまして、柏市議会議員選挙については告示という言葉を使っております。ちょっとね、ある意味どうでもいいといえばどうでもいいんですけれど、一応言葉の使い分けがあります。こちら NHK のですね、放送現場の疑問、視聴者の疑問ということで、公示と告示の使い分けというページがあるので紹介させてもらいます。また動画説明欄の方にも載せさせていただきますが、一応ですね、なんていうか、公示というのは天皇の国事行為、憲法第7条の時に使われるということで、衆議院の総選挙であったり、参議院の通常選挙の時には公示という言葉が使われて、それ以外はですね、告示という言葉になります。つまりですね、地方選挙はすべて告示となりますし、あと衆参の選挙であっても補欠選挙などの時には一応告示ということになるみたいです。天皇の告示行為とは関係ないような、総選挙とかそういうのではない、補欠選挙の時には告示ということを使うようです。余談になりましたけれど、そういうことをお伝えさせていただきます。で、気になるですね、個人的にはいろいろと気になるんですけれど、参院選ですね、立候補者が320人予定ということのようです。改選数、議席が124議席なんですね、今度の参院選の改選数で。それに対して、320人が立候補予定ということになります。で、内訳がですね、どうなるんだろう、ちょっと待ってくださいね。そうですね、124議席に対して、320人が立候補していると、立候補予定をしているということですね。競争率としては3倍みたいなところですか。で、それぞれ選挙区とあと比例代表なんですけれど、そうですね、選挙区についてはですね、選挙区については74が定数に対して、それに対して190人が立候補を予定しています。で、比例代表の方、全国なんですね、全国比例の方は定数が50
に対して、130人が立候補しているという形になります。まあ、立候補者についてはおそらくまだもう少し増える可能性があるのではと思います。はい。まあ、これがですね、NHK から国民を守る党の全候補者をですね、反映しているのかちょっとわかんないですね。はい。そうですね。ちょっと、これにはよくわからないんですけれど、まあ本日 NHK がですね、発表した記事ですと、その候補者数を、候補予定者を発表した記事ですと、その NHK から国民を守る党という党名まで書いていただいてですね、しかも、確か34人立候補という報道でしたので、まあちょっと NHK も把握しきれてないんだと思うんですけれど、一応 NHK から国民を守る党はですね、44人立候補予定ということになります。まあ今後ちょっとですね、これから公示日まで準備がいろいろしていくことになります。ちょっとね、前も言ったと思うんですけど、選挙の公示日が山場かなと思っておりまして、まあ本当に全員が全員立候補できるとはちょっとっていうのはちょっと難しいのかなという気はしております。現にですね、北海道の方はですね、ちょっと連絡がつかないので公認取り消しということで、もともとですね、佐賀県で立候補予定だった山本貴平さんというですね、まあ、三鷹の市議会議員選挙を経験されている方がですね、佐賀県から北海道に、まあ、移ることになったということです。まあ、佐賀県っていうのはですね、選挙区のですね、なんていうか、有権者数としては、福井県に次いで少ないんですね。だから、まあ、その佐賀県を、まあ、ある意味犠牲にするという形で、それより、定数というか、有権者の多い北海道は絶対ね、候補者立てないわけにはいかないので、ということでの、まあ、選挙上の戦略だと思います。というわけで、北海道選挙区からは、山本貴平さんが立候補予定ということになる。はい。で、まあ、選挙中ですね、私はおそらく、まあ、ちょっとどうなるのかっていうのは、正確には今後、立花代表と、まあ、いろいろ相談になると思いますけど、一応選挙カーはですね、党の方で、ですね、合計3台出させてもらえますので、使わせてもらえればなとは思っています。まあずっとね、演説しているわけにもいかないとは思いますので、ところどころで、なんていうか、撃退シールを、まあ、証紙を貼ったものを配ることになったり、あるいは、まあ、それこそね、ポスター貼りをもう本当に一緒に手伝ってもいいのかなという気はします。なんといっても、選挙戦が17日、結構長いですので、それなりにポスターを貼る時間もあるとは思います。チャットの方ですね、ありがとうございます。はい。で、まあ、ちょっと岡山県で、私がですね、3月末から4月にかけて、県議選に出た時にのポスター貼りの経験をちょっとお話しさせてもらいますと、告示日の数日前に、そのポスター掲示場の地図をもらいました。まあ、倉敷市と林間町の選挙区は、ポスター掲示場が882箇所でしたので、882箇所でした。で、こんな感じで、ポスター掲示場の地図がもらえたんですね。で、結構な分量です。はい。で、まあ、多くの方にご協力いただいてですね、まあ、ポスターをなんとか初日に、まあ、貼ることができたんですけれど、まあ、その前にいろいろと準備をしてですね、で、その準備の中で重要だったのが、先ほどのポスター掲示場の地図をですね、あらかじめスキャンをして、
まあ、ご協力いただける方に E メールでスキャンしたデータを送ったということがあります。で、その時ですね、先ほどの地図なんですけど、A3 の紙です。で、普通のスキャナーっていうか、なんかこういう、ね、折りたたんで、蓋を閉めたりするスキャナーだと、まあちょっと大きくて、まあ、ちょっと A3 のスキャ、A3 用のスキャナーって結構高いので、なかなか手が出ないんですけれど、私が使ったスキャナーはですね、このようなスキャンスナップ SV600 というやつですね。まあこれを使うとですね、まあなんていうか、ここが読み取り装置になってるんですね、これが。で、こんなか、こういう形で、ここに紙を置いて、それを読み取るという形になります。で、1枚読み取ったら、ここのボタンを押して、ね、スキャンすると。で、スキャンしたら、また、ここに新しい紙を置いて、またボタンを押してスキャンしていくと。結構流れ作業で、比較的スムーズに全てスキャンできたのを覚えています。まあ、これを使うっていうのは一つの手かもしれません。これを使ってスキャンして、で、地図を配布するというのは一つの手かもしれないということでお伝えさせていただきます。で、とですね、岡山県のポスター掲示場なんですけれど、これ、岡山県議会議員選挙にもらった時の選挙のしおり、候補者のしおりの資料編というやつなんですね。で、その時のポスター掲示場の数が、ですね、自分の倉敷市と早島町だと合計882箇所なんですね。で、岡山県内の合計のポスター掲示場の数も書いてあります。それを見るとですね、5493箇所とあります。5493箇所。これは投票区の数ですね、こっちの700というのは。まあ、5493箇所。で、県議制の時にこれ、5493箇所でして、まあ、それが参議院選挙と同じかどうかっていうのは、ちょっと確認はできてないんですけど、大体近い数字になる、まあ、数千っていうレベルの数になるとは思っております。はい。というわけで、で、岡山県のですね、ポスター貼りに関しては、岡山県選挙区から立候補予定の越智弘之さんという方がおられまして、で、その候補者の方がですね、自らそのもうポスターの貼りの調整役もされるということでしたので、ね、もし我こそはという方はですね、ポスター貼りの方をご協力いただければと思います。連絡先に関してはですね、ツイッターの方っていうか、そうですね、私の動画説明欄の方にも、E メールアドレスを載せておきますので、もしよろしければ、越智さんの方にですね、連絡いただければと思います。まあ、ツイッターのですね、その当該ツイートの方も紹介させてもらいますので、まあ、もしよかったらそちらも見てください。というわけで、まあ、最後までご視聴ありがとうございました。本日、参議院選挙の日程が決まりましたということと、岡山県内のポスター貼りについてちょっと連絡をさせていただきました。というわけで、最後までご視聴ありがとうございます。そろそろ終わります。というわけで、参議院議員選挙に勝って NHK をぶっ壊す。